昨日地方創生特別委員会に出ておりまして、こちらの方で薮府市の国家戦略特区について質問をいたしました。まあ、普通は5年で事業の評価をするところですけれども、今回2年延長するということで、争点は果たしてその株式会社は農地を所有する必要があるのだろうかと、リースで十分ではないか、所有する必要があるのかというのは一つの大きな論点です。そしてあくまでもその中山間地での事例ですから、中山間地で特段問題がないからといって、これを全国展開したときに問題が発生しないかどうかというのは、これは私は非常に懸念する点です。薮府市にまで私出かけて、視察をしてきました。で、現地の人に言われたことは、中山間地、薮府市のようなところについては、ただ同然で引き受けている、耕作放棄地もあるので、それほどその所有をするという、メリットはない。本当に企業が欲しいのは有料農地だと言われました。ですので、この、特例ですね、株式会社の農地所有を全国展開したときに有料農地が企業に買われていくということが発生するだろうと私は思っております。そこで質問ですけれども、この株式会社の農地所有について大臣はどのように評価をされてますでしょうか。株式に適用されている特例につきましては、これはさまざまな意見があるものと承知をしておりますが、令和3年1月時点で対象の6社が所有している農地は経営面積の約 5.5% でありまして、残りの農地についてはリース方式で農業が行われているということ、また6社のうち1社は平成31年の3月から休業して、その所有する農地は農業利用されていないという現状にあります。薮府市によれば、今後も複数の企業が本特例措置を活用する可能性もあるということでありますので、今般特例措置の期限を2年延長する国家戦略特区の改正法案が国会に提出されておりまして、引き続き薮府市の取り組みを応援してまいりたいと考えております。亀井明子君。それでは内閣府の方にも質問をいたします。これら6法人が営農のために所有またはリースしている農地の面積は合計約31ヘクタールであり、そのうち 15.7ヘクタールは従前は休業農地であったわけでございます。これらの6法人の営農活動により、農業の6次産業化による地域経済の活性化など成果が上がっているものと評価をしているところであります。また特段の弊害が生じているとは認識をしておりません。これら6法人は所有またはリースしている農地を一体として農業のために所有しており、法人がそれぞれ経営判断により農地の所有とリースを適切に組み合わせて営農することが可能になることに本特例の意義があると考えているところであります。今のご答弁ですと、その特段所有することの効果っていうのは特に見えないですよね。リースしているものと所有しているものを組み合わせて使うということですけれども、そのなぜ所有が必要かっていうところまでは私は特に納得ができないというか、その必要を感じないと思います。リースのみでございますと、リース契約の解除や期間満了後に更新できないことにより事業継続ができなくなる可能性があります。その辺を所有ということでカバーができるものと認識をしております。はい、確かに薮府市に視察に行って、そういう声はありました。その唯一違うとしたら、その返してくれと言われたときに続けられなくなるという視点はありましたけれども、それが発生するとしたら有料農地ですよね。耕作放棄地については薮府市でそれこそ耕作する人がいない条件不利地で、そこを企業が入って、なんとか蘇らせている。それは非常に良いことだと思うんですけれども、そういうところは条件不利地なので、そんなに喜んで誰かが返してくださいとは言わないですよね。むしろこれを全国展開して有料農地を企業が取得できるようになったときに、そこは取得したがるでしょうし、その先には農地の転用が待っているかもしれない、そういう懸念があるということを、農水委員としてはお伝えしておきたいと思います。ですので慎重にしていただきたい。そしてこの延長する2年間の間にリースではなくて所有ではなくてはいけないのだということをきちんと証明していただきたいと思います。この件については以上です。次の質問に移りたいと思います。そうですね、有料、今農業、強い農業、農業を成長産業にということが安倍政権の頃からずっと言われてきました。
そして企業の農業への参入を促進し、そして輸出も強化するという政府の方針なんですけれども、有料農地を企業が所有し、あるいはリースし、で生産物が主に輸出された場合、これはその地産地消とは対極的な農業になっていきますけれども、農業の方向性として農水省はどのように考えておられますか。人口減少によりましてですね、国内の食市場の規模が縮小すると見込まれる中で、世界の食市場の規模を大きく拡大すると見込まれておりますので、国内生産を維持拡大するためにも、高品質といった日本産の強みを生かした輸出拡大が必要であると考えております。また国民に対する食料の安定供給を図るためには、国内生産の維持拡大を図り、輸入の多い農林水産物を国内生産に切り替えていくことは重要でありますので、これは生産者が個人であるか法人であるか問わず、地域で生産された農林水産物をその地域で消費する地産地消の取り組みも大切であるというふうに考えております。このように海外の食料需要をターゲットとした輸出拡大ということと、地域の需要に対応する地産地消ということ、これは国産農林水産物の販売拡大という点、需要拡大という点からも、どちらもですね、我が国の農林水産業の発展に資するものであると考えております。人口が減少している中で、輸出をし、外貨を稼ぐというのは否定するつもりはないですけれども、よく我が党の佐々木委員などが話していますけれども、農業というのは地域政策と一体であるという考え方、これは基本だと思います。私たち歴史の授業で、帝国主義時代の植民地プランテーションなど習いましたけれども、あれはやはりそこに広大な土地が広がっているのに、そこで生産されたものがそこの土地に住む人には全く、関係がない、全部外に出ていってしまって、外で、お金に変わるということですので、今の時代に、国がそういうことはしないわけですけれども、結局企業が、農業に参入して農地を買収して、でそこで、生産したものを外で国外で売るということになると、昔の帝国主義とちょっと形は違うけれども、似たような形になっていくのではないか、その土地とそこに住んでいる人がちょっと切り離されていくような形になりはしないかなという心配をしています。それがそこの土地に住む人が、地元の企業が、輸出に強化しましょうと言って、ボトムアップで発展していくならまだいいんですけれども、外から大手が入ってきたときにどうなるのかという、そういうちょっと懸念を持っているので伺いました。はい。